皆さん、こんばんは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。ちょっとね、いろいろな状況があって、ちょっと書類を持ってこないといけないですね。まあ、ホームページ淡井圭介の日記の302番とかを読んでもらったら分かると思うんですけども、だいぶおかしな連中とかが関わっていて、物事がだいぶややこしくなってるんですけども、医療関係の人間とかバレたら困る人たちね。で、まあ、コロナウイルスでね、化学、兵器作って、あれだけ世界中の人を殺しておいて、医療業界にとまだとぼけるのっていうことなんですよ。で、今どういうふうな状況が起きてるかって言ったら、今から言う説明まず全部聞こうとですね、しっかりとメモして、警察の方もだいぶ、おかしな状況が出来上がっています。まず、精神病院の方へ行って、診断書、書いてもらうその手続きの書類が、家に届いたんですね。で、2022年の12月なんですよ。淡井圭介をまず精神病院に、入れたその人間たちも正直怪しいんですけども、今までの状況全部精査するとね、で、まずその兵庫県警の方に、ちょっと待ってください、もう一つの書類もいるな。こちらのね、ところへピントが合うかなどうかな、あとは拡大でなんとかなりますかね。まあ電話をかけて、一回ね、その書類が家からなくなってるんですよ。で、電話をかけて、それが9月の8日に電話をかけて、まあ来週郵送すると言ってたんですね。で、電話に出られたのは大牟田っていう女性の方で、で、まあ昨日、いつまでたっても届かないので、あ、これ多分盗まれてるなと思って、まあ私の自宅のその不法侵入する連中ね、すぐ人のものを盗む連中、もう窃盗の癖がついてしまってる、不法侵入とね。だ、裁判所の裁判官でバレたら困る裁判官が変な判例出してるんでしょ。もうその裁判官、世界中の国際司法裁判所でちょっとその人捕まえてください。探したら絶対出てくるわ。見つかるはずですよ。多分そうだと思いますよ。で、まあ、来週もう一度郵送するということだったんですけど、有馬警察署に行った時に、警察官の、交通課の人に聞いたんですよ。その診断書の話ね。そしたら、ここに電話をかけてみたらいいんじゃないっていうことを言ってきたんです。男性の方で。で、まあ今日その、まあその男性に言われてから9月8日に電話をかけたんですよ。で、それで、昨日になってもまだ届かなくて、それが9月24日です。で、あ、もうこれは盗まれてるなと思って、今日有馬警察署に行ったら、この診断書を渡してもらって、で、こちらの方に送ってくださいっていうことだったんですよ。
まあ、これ切ってない封筒はいらない形にしておかないとまずまずいでしょうね。で、それとこれでね、皆さん何かおかしいなって思いません？医者の診断書はなぜ必要なのか。みんなおかしいと思うでしょ。だって警察官が運転免許証を所持できるかどうか認める方じゃないですか。まあ、別にそれぐらい窓口来た人で、別に普通に喋っていて普通の人が来たんだったら車の免許証を持って大丈夫だなっていうことぐらいわかるじゃないですか、話していて。もう各、まあ、交番だとちょっとあれだと思いますので、まあ、署のレベルでね、その、今こっちで判押しとくわっていうような形、昔ありませんでしたっけ？ありましたよね。まあ、だから、これ、家の中のその書類を盗んだ人が、その書類を持っていかれると、また税金使われる、医療業界と組んでたことになってしまう、淡井圭介がじゃないですよ。その警察官がっていうことになります。だから、警察官がみんなの税金使って、自分たちの仕事になってるっていう、しっかりとした自覚があったら、見破れるんですよ。その宝塚三田病院とか医療関係の人間がどれだけえげつない金の稼ぎ方をしてきたかっていうところと、あと法律の世界でね、どれだけ嘘があったかっていうことと、1956年に売春防止法が出来上がったっていうことは、政府上層部とお金を持っている経団連とかね、ああいうふうな大企業に根性曲がった奴らがいっぱいいたっていうことですよ。なぜなら第二次世界大戦で神風特攻隊とかさせられてるじゃないですか。20歳前後の人たちまで。戦争始めたのはあんたたちでしょって、あんたたちは自分で死なさいよっていう話になってくるでしょ。そんなにそんなことさせたいんだったらっていうことで。そんなに悪い言い方してきたら、ねえ。2021年私を精神病院に連れて行った、西宮市の人命会病院。で、その人間が、警察官がどういう話を聞いてたか知らないですけども、サキタって名乗っていた秀和株式会社で課長をしていたサキタっていう警察署をその当時持ってましたものが、永田っていう名前でね。で、サキタなのか永田なのかわからない。永田町のしたことだからとか、そういうふうな話で永田っていう警察手帳を作ってる人は作ってるみたいですよ。っていうのは野村修也さんと顔そっくりな人を、神戸市兵庫の新田交番署で見たんですよ。マスクしていて。目元だけ見たら野村修也さん。弁護士バッジをつけていて、政治と深く関わっていた人、テレビにかなり出ていました。この人だったら誠実そうかなと思ってたんですけども、出してきた手帳は永田なんですよ。その人も。で、その淡井圭介を連れて行ったその警察官は、その先田っていう人から何かを、秀和株式会社で何か聞いていてね、本当はその先田っていう人が警察手帳を見せて、淡井圭介にからか、喧嘩売りに来た人間をすぐに追い払わなきゃならなかった。だから、まあ、長時間労働させていたっていうのもあるんですけども、警察官が店長とか課長としていて。だから運輸業で370時間一月に働かせたりとか、もうそれ半年続けさせられて、まあ普通じゃないですよね。で、その僕を精神病院に連れて行こうとした、その連れて行ったその刑事課の人間、制服も取り上げられてる老人ですよ。もう昔からダンプとか乗ってるから、10トントラックで、ちょっと前に数日、1ヶ月ぐらい前かな、横通り過ぎた時に、西宮北インターチェンジのところの、丘の上削ってるところ、あんなことしたら余計エネルギー消費される。どうせもう作るものないんだから、この世の中開業するものなんかないんで、ないんですよ。2003年に個人情報保護が出来上がって、少子化が極端に進んで、みんななかなか結婚できなくなったんだから。今3分の1以下ですよ、結婚出産までたどり着ける人。
もうすごい勢いで少子化進んでるのに。で、韓国なんか、2045年になったら65歳以上の人が50%超えます。で、日本は38%超えで、政府の統計が出てます。今でもうすでに28%超えてるんですよ。65歳以上の人たちの割合が。で、まあ結局、まあまあこれをね、一応その大元っていう人にこの電話番号の宛先の人をね、その人に、聞いたら、いや、郵送してますっていうことで、だからそれで、誰かがここの自宅に侵入して盗んだっていうことはまず間違いないんですよ。で、これ言われたら、以前どうしてたかって言ったら、有馬警察に通報していたら、それを聞き耳に立ってるのか、電波傍受してる連中が家の中にその書類戻しに来たりしてたんですよ。で、家の中にあるやんとか、自分の見間違いだったんじゃないのとか、警察を組んで言ってきてるんですよ、本当に。で、今回の件に関しては、ね、だからもう警察官が警察官をまず疑った方がいい。まあ、こちらの方でも現金書き留めみたいな形で郵送するっていうことだったんですけども、まあ、現金書き留めのは違う、なんとか、まあ、何か言ってましたね。で、この診断書に関しても、まあ、一応その、これで今度僕は手続きしなかったら僕は不利になるでしょ？免許証取り上げられるかもしれないでしょ？その警察手帳自体が信じられるかどうかで言うと、フルネームで書いてないのにそもそもわからないじゃないですか。フルネームで書いていたとしても、名前と住所と電話番号、このワンセットがなかったら無理なんだから、公安委員会の版が押してある運転免許証ぐらいしかわからないじゃないですか。あとマイナンバーカード。それぐらいしか自分の身分証明書として妥当なものってないんですよ。粟井圭介の話でオスだって思ってる人間、本当に世の中こういうふうに回ってるから、物事が。だから二重の名前を使うことによって、地方公務員法で、公務員の人たちはね、偽名を使ってはならないっていうことになってるんですよ、法律で。当たり前の話です。民間人でも同じですよ。もう偽名名乗ってたら詐欺師ですよ。なんで C なんかつけなきゃならなかったんでしょうね。そいつらが違法行為をあがめてたんじゃないですか。で、金稼ぎしてたんじゃないですか。もう一回これ、警察署の人で長年働いていた人たちでしたら、なんか、そういう話にも昔になってたなって思い出しません？これ、書類渡すぐらいだったら、本当は、警察官がもともと判を押してたんだからって、認めてたんだから、運転免許証って。まあ、ずっと長い間、もう長年、10年以上車運転しないんですけども、まあ、だからゴールド免許っていう部分もあるんですけども、本当は警察官同士でも免許証の見せ合いした方がいいですね。そうじゃなかったら、もうそのありさまだから、警察官同士でどんなところで今まで働いてきて、どのような経験をしたとか、話がどうなってるとか、上からこう言われてるとか、その上っていう人たち同士で、その運転免許証見せて、自分の今までの働いてきた経歴とか、話し合ってるのかどうかとか、正直裁判所の裁判官がおかしいとか、そういう話した方がいいと思いますよ。だって裁判所の裁判官が法律に求めてきてるんですもん。で、切ってたりとか、民間企業じゃないんだから、切手代を払わそうとしてることは法の世界でね。昔、郵便局が公務員だったでしょ。公務員がお金稼ぎを考えたから世の中おかしくなってるんですよ。で、エネルギーの残存量問題とかを、
軸にしなければならなかった。いらない法律は多すぎるんですよ。海洋基本法は絶対いりますよ。いつの間にか平成31年度の六法全書からなくなってましたけども、ありますから、海洋基本法自体はね。河川、海を汚してはならないっていう内容のもの。なら、髪の毛染めるものなんか論外ですよ。公務員として働く資格ないし、東証一部二部上場の会社として働く資格はない。絶対無理。特に海外へ進出している会社なんか、めちゃくちゃなメッセージを与えることになる。髪の毛見ただけわかるから。あと女性ですぐに仕事なのにイヤリングとかつけたがる人、絶対無理。結婚指輪はつけるべきだと思いますよ、できるだけ。まあ人によってその邪魔になったりとかね、こう外したくなるかもしれませんけども、いやいや仕事をしていてね、普通いないでしょう。テレビつけた人、テレビつけた時の人ぐらいじゃないですか。アナウンサーとかで。イヤリング。多分もうすでに暴力団系。コンピューターグラフィックで無理に、本当に、現場でつけてなかったも、つけてるように加工されたりする時ありますから。髪の毛の色も同じ。だテレビ見て、テレビ出てる人を信用しちゃダメなんです、もともと。偽名使ってる人めちゃくちゃ多いですから。絶対世の中まともにならないでしょう。報道関係からしてそれですから。これは、まあまあ、岸田政権、特にまあ内閣の方たちにこの状況を見てもらってどう思います？いらないでしょう、この医者の診断書。運転免許証自体は警察官が発行しているものなんだから、警察官が署でね、運転できそうかできなさそうかを認めるか認めないかで、もう警部補以上の人が判をしたらいいだけでいいじゃないですか。何時に出勤してくるからとか、そういうような形で別にまあ予約制でも何でもいいでしょうし。で、答え知ってるんですよ。とあるところにね、一回車で偶然通ったところで、多分その精子の生産されなくなる薬とか、その本当は脱法ものひどい、一法律だけで動く人間は一番危ないですから、この間は文部科学大臣が降りたでしょ、女性の方髪の毛染めてた人無理だからって、義務教育で髪の毛染めちゃダメよっていうことをみんな教わってるんだから、髪の毛染めてる人は文部科学大臣無理だっていうことで、変えてもらいました。それでこの間、まあ内閣改造というような言葉がおかしいんですけどね、内閣人事交代でいいと思うんですけどね、また変な人は書類書いてたんじゃないですか、暴力団映画とかそういう漫画とかばっかり見てる人が。ここは西宮市で、ここは宝塚市。もう大体で、もう画面見えないから大体で指さしてます。で、この三田市に抜けていくところで、稲川の方から抜けていく道で、どこかにね、もう完全に山の中ですよ。一本車線でアスファルト敷いてたかな、敷いてなかったかな、みたいな道です。こういう切り旗とかなんか書いてあるような、見えますかね？本当はピント自動で合うんですけどね、実は自分の所有物だからピント合っていいんですよ、自分のお金で買ったものだから。で、これかなり古いです、20年ぐらい前の地図だから、この辺りの、この辺りのどこかにね、その医療業界の、精子の生産されなく薬なのか何なのか、箱に来た連中が、完全に周り木だらけですよ。そこに2階建てぐらいの建物があったんですよ。
そこで何かをしてたんですよ。相当悪いことしてる連中でしょうね。で、それがバレて、精神病院のデイケアの担当とかになっていた。白衣、ふさわしくないっていうことになって。だと思いますよ、順番。それか、それをしていて、その後白衣着ていたのかもしれない。別の人間かもしれない。後ろ姿しか見えないですから、わからないですよ、全然。けど、医療業界であることはまず間違いないですよね。白衣着てたっていうことは。バレますから。誰か、じゃあこっち側だとか言ってますけども、淡井圭介側かどうかですよ。最初から最後まで。誰が一番の被害者か見たらわかるでしょう。状況。で、誰が世の中なんとか頑張って良い方向に持っていこうとしてるかっていうのはわかりますよね。誰が中心人物であって、で、特に今、40後半である淡井圭介軸の方が、まあ、こういう本当のことはね、テレビ出てる人とか言えないでしょ。それは変なシステムでしょ。まだ電波で君が入院とかそういう声を聞かせてきた人間が存在するんですけども、その入院で稼いでた連中の声ですよ、どうせ。精神病院、入院施設付きの。要件だけで30にもある。1000億以上かかってる。毎年。これ全国都道府県で、いや、ちょっと待ってくださいよ。一つの精神病院で、だいたい200床ぐらいで計算したら、1年間で1300万円以上。約1400万円ほど。で、200床でしょ。ちょっと今頭の中取られてる。計算できなくされてる。3億。3億以上、一つの病院で。で、だから100億以上、兵庫県内だけで100億以上、他に診断料とか、いろん、通院とかさせようとしますから。で、薬売りつけようとしますから。何ヶ月分にもわたって。で、それを日本全国で行ってるでしょ？もう絶対1000億円以上確定ですよ。それが余計な支出。あとは、個人開業医とかで余計なことをして薬を販売してる、まあ総合病院も含めてですよ。それ全部カットしたったら、多分ね、国の余計な支出、2000億円ぐらいはカットできますね。こんなひどい横領してきた連中なんか逆にお金返しなさいよっていう、こんな仕事してきたんだったらっていうね。だからまあ、善意ある方たちの政府高官の人たちが今動いてくれてますけども、あとは今日も行った時の有馬警察署の対応してくれた方は、丁寧に対応していただきました。よく分かってる人で、もう向こうの方からこういう状態で。いや、今ね、どういうふうな形で DMM から、漫画業界を切り離すかっていうことをちょっと今考えてるんですよ。L 業界、DMM。で、どうせ海外、まあ、調べよう。なんかいつも調べるって言っていて忘れちゃうんですよ。しなきゃならないこと。で、これ調べ始めて、淡井圭介の、自宅またうろつこうとする連中現れる可能性あるから、もうすぐそれで動いた方がいい。どうせエロ業界の人間。
お金流れ見ますね。もともと、DMM グループは石川県加賀市においてビデオレンタル店を開店したのを契機にアダルトビデオの販売動画配信で急成長を遂げた。逆や。大人の世界では認められん。こんな金の稼ぎ方。全部欧州や。本社が入居してる住友、またやっぱり三井住友や。住友不動産六本木グランドタワー。で、これ DMN なんか昔からあるから。僕も後からパソコンを購入してから分かった方。どうせ、開業したところとか、何回も倒産して、だから話がおかしい。2018年に開業したわけじゃない。開業の、どこの国から流れてきたのかを言わないと。だから遠隔って読むのかな、この、そう、まだ後で漢字調べときますけども、これまた僕の最初から振り仮名を打っといてくれたらいいんでしょうけどね。その、ウィキペディアで。1986年ですね、神山啓二が、現 DMM.com。ちょっと待ってくださいね。これ。いや、おかしい。絶対、海外からのお金が流れ込んできてるはずですよ。本当。第二次世界大戦、本当にあったんだから。1948年ぐらいに終戦記念日でしょ。1948年の8月15日、日本は、ね、降伏したのは。まあ、それが、GHQ として受け止めたのは9月の半ばぐらいだったと思います。まあ、ただ、その頃は他の地域でも戦争は継続されていたところは継続されていましたから、その国によってね、違うんですよ。その終戦の時がね、第二次世界大戦。だから国によって、いや、第二次世界大戦の終戦日はこの日だよっていう、まあ言われると思います。まあそういうふうに学校で教育を受けてるから。まあ、それ時点でなかなか話がややこしいと思うんですけども、もっと辿っていくと1900、ちょっと待ってくださいね。この DMM に、三井住友、ね、旧三大財閥の三井住友が加わって、またエロで金稼ぎをしよう、している。で、まあ、全額欧州来るもの。土地建物、全部欧州。何回でもそうせんかった。キリがない。で、裁判所の裁判官なんか二度とさせたらあかん。公務員も同じ。絶対無理。警察官とか特に。検察庁も。絶対無理。こいつら。で、1977年7月、神山啓二の父と実の姉である、下田順子？わからない。ちょっとよくわからないですけども、あ、またなんか途中で、指がちょっと当たったことにして画面変えようとして。本当、iPad とか本当はそうだから。コンピューターってそういうふうに動いてる。しっかり押してるのに反応してない時いっぱいあったから。体温とか低下しない。淡井圭介がエロ業界の人間じゃない。今調べてる。
だから世界的に展開してるんでしょうね。会員数を見たときに。会員数は3100万人を突破してるから。DMM ゲームスもこれもちょっと潰さなきゃならないですね。で、DMM.com が会員数が3500万人以上。エロ業界は暴力団、性暴力。だいぶ前に裁判所の判決ある。裁判所の判決に背いたら即逮捕。法律でそうなってる。それか2012年に太陽光発電事業に参入してますね。欧州政府の持ち物に変えること、その政府とのエロ業界とのつながりを完全に断ち切らなきゃなんない。淡井圭介でなんとかごまかそうとしてたのが政府の実態なんだから、この辺見たらわかる。なぜ伝えとかは潰せないの、なぜずっとアダルトコーナーをなくせないので、アダルト関係のところを認めた裁判官、本当に逮捕しなきゃならない。世界中どこの国も。それこそ迷彩服着た自衛官が出撃する時。ちょっとね、海外からのお金の投資の流れとかわからないですね。で、この会社が海外に進出してるのかどうかとかも知りたいですね。そうじゃなかったら3500万人も会員普通にならないですよ。考えれないですね、それは。お金を払えば何でもしていいかっていうことじゃないでしょ。逆、エロで金稼いだかっていうこと。エロまで金に換えたかっていうこと。普通の人間そこまでしないよ。暴力団。昔から裁判所の裁判官の判例がある。もうそれ、例えば、ジョニー・デップと名乗っていた男は、まあ日本語を流暢に話していて、森田剛、V6 のメンバーだった人間だと思われます。昔、フルーツ・ラバークに働きに来ていて、2002年サンパレスロッコで何かその手の話で、何かややこしい話を持ち込まれましたね。で、海外でパイレーツ・オブ・カリビアンの、役をしてたんでしょうけども、ルケ、現行放棄、現代日本放棄の方。な、大谷翔平の場合は、その、翔平が悪いわけじゃないでしょう。北海道で日本ハムファイターズがあのドームがあるのにさらにもう一つドーム作っちゃったでしょ。それで翔平がアメリカに行かなきゃならなくなった部分、稼がなきゃならなくなった部分もあって、そこの借金返済に淡井圭介が付き合わされてるような形にもなってるんです。基本的には僕は二刀流はできるっていう方向で話を進めたかったんですよ。継続は力なり、日々慣れていたら慣れるから、バッティングの方もピッチングも両方ずっと続けていれば。だから選手の負担云々とかそういう話がありますけども、それはトレーニングの仕方とかで、あんまり過度に体に負担があるんだったら、それは今日はもうここまでにしておこうっていう見極め、その辺が大事なのであって、それはね、高校生の頃から160キロのボールをね、投げて、で、広角打法ができて、まあ、選球眼も、それなりに良いと。あ、もうこれはプロの球に慣れてきたら、両方とも、できるなと。で、それも、165キロぐらい出すようになるだろうなっていうのは、容易にわかりますから。
165キロのボールを投げる人間が死んでボールを捉えたらどれぐらい飛距離が出るかってもう簡単に分かりますよ。ものすごい飛びますよ。だから翔平にはすり足打法を勧めました。それは変化するボールに対応するためです。飛距離よりもしっかりと芯で捉えることで、翔平のパワーだったらそのインパクトの瞬間にしっかりと全身の力が入るようであれば飛距離が出ます。どう考えても。だからライナーとかでそのままスタンドインとか、打球速度190何キロとか出して、ちょっと話がそれすぎましたね。ちょっと話ごちゃごちゃになり始めましたので、ちょっとやめときますね。運転免許証のこの、よくわからんですね。運転免許か高齢運転者等支援室。だからその僕を捕まえに来たスキンヘッドの老人なんか、昔から老人だったし、で、その老人は2021年、東京オリンピックが終わった後ぐらいに逮捕しに来た、逮捕というか精神病院へ連れて行った人間で、その時一緒にいた警察官が金崎っていうものだったんじゃないですか。金崎っていうものは、電波で脳にアクセスされる世界のことを認めてない人間で、それはね、違法行為ですよ。裁判所の裁判官が認めてるんですから。その隠蔽型の人間、無理、その人、警察官、絶対。で、その老人が建設業界と組んでた人間の可能性がかなり高い。で、刑事課、警察官の制服持ってない人間、無理、本当は警察官じゃない。何回かその人捕まってません？でしょ？その人は老人でしょ？で、ダンプ乗ってるでしょ？で、隠蔽で、僕と立場この人すり替えてません？無理やり。そのスキンヘッドの刑事課だった人間で、今ダンプ乗ってる人間。で、西宮北インターチェンジあたりの工事に参加してるんでしょ？あと、淡井圭介が2008年6月、両顎を殴られた時の事件ね、犯人2名いるんですけども、本当は現場には男4人いるんですよ。頭役は2人で、で、2人が、体鍛えていて、殴る役のやつだったやつらで、傷害事件なんですけども、暴行事件よりもひどい内容が傷害事件、骨折とかさせたらもう絶対傷害事件。どう考えても禁錮刑になるはずなんですけどね。100894。100894。事件番号。で、その淡井圭介を殴った人間が髪の毛黒色に戻して、有馬警察署の平田という名前で、警察官をしていた可能性がある。顔と声が一致してるんですよ。でそいつも昔から、例えば、淡井圭介に何回も絡みに来てるんですよ。ここの住宅の廊下も歩いた方の人間だし、いや、だからもともと国と暴力団が一致してるんですよ。国の中に暴力団員がいたで、癒着していたっていうことになってるから、これは本当、山口組の説明のところを見たら分かりますよ。60番台のところで、我が天下と戦国保具のプレイヤーや別校さんへのメッセージというような欄があると思います。そこでね、山口組の説明っていうのを書いてます。それが本当の話です。公用病院の経営者が、理事が山口っていう人間なんですよ。だから警察官と組んでいて、で、毒とか飲ませていた。だから法律の世界でどこを認めてしまってるから、国会議員から、裁判官から誰から誰まで捕まえなきゃなんない。精神病院認めてる側の裁判官とかで、二度と公務員にさせちゃダメ。余計なことばっかりしてるから、で自分たちだけ高収入栄養として、ものすごい悪い人。
これですね、60.1 番、ホームページ淡井圭介の履歴の 60.1 番。ここで書いてますよ、山口組についての説明。公用病院の登記簿買ったら分かります、会社の登記簿。住所と会社名調べて、法務局に買いに行ったらありますから、昔僕が買った時は、その公用病院、経営者、山口でした。で、公用病院の目の前に山口っていう表札がついて、家ありますから、一軒家。だから、だから精子が生産されなくなる薬とかを医薬品業界が作ってたでしょ。一応いろんな、田岡製薬所っていう名前だったんです。兵庫県の姫路市の西の方にある播磨っていうところにあったんですよ。そしたらいつの間にか田岡っていう名前取ったんですよ。山口組のトップが田岡っていう人間だったんですよ、昔。バレてるんですよ、僕は子供の頃から。国が悪さを教えたって。な、警察官が二つに分かれてるんですよ、昔から。そういうのを認めない側と、脱法行為を、認めない側と、そういうふうな精神病院とかを認めてしまって、金稼ぎに自分が加担してるっていうことに気づいてないふりして、ずっと給料を稼いできた警察官。だけ、どのような相手の人であれ、精神病院なんか連れてはダメ。その前に、そのだったらスポーツ選手全員連れていかないと。警察官とかスポーツ選手とかしてるでしょ。もうホームページは青木介の履歴に書いてあるから。阪神タイガースの伊藤という選手は警察官だった。制服着て、僕の家の前まで来て、僕は連れていかないからって言ってたから、阪神タイガースの、投手陣で出てきてるんですよ。これが本当の話。いつまでたっても髪の毛染めることから抜け出せない連中はかなりの脱法が、昔からそうですよ。海洋基本法だけの話じゃないんですよ、本当は。エロ業界の子孫だったんじゃないのかって言われてるんですよ。本当。いっぱいいるから。ものすごい数。もう言った1956年の売春防止法の話、やっとその頃出来上がって、そんな法律が出来上がるまで世の中どれだけめちゃくちゃだったか分かるでしょ。で、その精子の生産されなくなる薬を飲まされた人間が、結婚してその出産した時、女性がね、奇形児が生まれてきてる可能性がある。で、この辺りにそういう、身体障害者の、施設があるんですよ。施設っていうところはもう出られないところ、なかなか外に。で、この辺りに精神病院たくさん作ってるでしょ。三田の高塚三田病院も大体もうこの近くでしょ。だから金の稼ぎ方がえげつない医療業界。だから医者で、選挙に出てくる人間、みんな片っ端にもうそいつは叩き落とした方がいい。ろくな人間おらへん。もう無理。医療業界ここまでバレた。バレなくてもそう。昔も言った。20年以上前も言った。だからもうコロナウイルスの件のところなんか化学兵器作ったと同じですから、でも扱いは化学兵器ですよ。国際条約で禁止されてますからね、コロナウイルス。だそれ本当に中国だったのかっていうところで話変じゃないですか、皆さん思いません？僕が2019年皇居の方に行ったでしょ。で、2019年の、11月にテレビ朝日の受付の方に行ってるんですよ。で、そこで対応したのは眞子さまで、一応皇居に行った時に、佳子さまに会うんだったらここにいてくれたらいいからって言って、
言ってくれた警察官の人は、僕が、そこの岡場駅の、階段上がったところのエコリラのところでね、窃盗犯捕まえてるんですよ。で、その時受け渡した時で、書類を書いた人だから、多分警部補以上の方だと思われます。まあ、作るのに2時間ぐらいかかったりするんですよ、本当に。いろいろ時間かかるんですけども。昔も、一人ぐらい逮捕したと思うんですけど、ね、警察官への引き渡しです。刑事訴訟法を見たらわかります。それ逮捕したら絶対警察官に引き渡しですからね。いや、ご老体の方が頑張っていて、なんか最初見た時ね、髪の毛染めて、片っぽの耳ピアス3つもしてるやつで、まあ、僕より一回り体大きかったから175センチぐらいかな。で、老人の人となんかこう、喧嘩みたいになってると。で、間入って、あ、ちょっと待ってくださいと。あ、一回警察呼びましょうと。の政治と場を収めましょうっていうことで、最初見たとき喧嘩かなと思ったんですよ。その老人の人が、その窃盗犯を逮捕しようとしてたところだったみたいなんです。で、今から警察呼ぶから、君も逃げんといてねっていう、この場いてねっていうことで、そうだったらいいでしょっていうことで、なんかやってるやってないの話をしてたから、やってないんだったらこの場に入れるでしょっていうことで、今から呼ぶからって。で、かけ始めたらすぐに逃げ始めたから、何回も捕まえて、もう片手でこう電話かけながら、その時体あんまり鍛えてないですから、無理あるから、本当に。相手の方が体大きいから。で、結局、両手使って、相手取り押さえて、で、通報してって、通報を呼びかけてるんですけども、一般人の人、誰も通報してくれなくて、1時間近くしてから、やっと警備員が出てきて、やっと警察が呼んでくれて、で、そいつはもう何回も、エコーリラとか、まあ、ダイエー、あの辺りで、窃盗してる人間だったんですよ。まあ、見たところは20歳前後。だからその警部補の人が僕のことを、分かってくれてるから、多分皇宮警察の前に出てくれたんですけども、有馬警察署の人がそんなところに急にいるわけあると思わないじゃないですか。で、他の人は、テレビに出るんだったら宇賀なつみっていうことになってるわとか、他の警察官の人とかまたいろんなことを同時に言い始めるから、で、僕もいろいろ考えて、とにかくまず会おうと思って赤坂御所の方に歩いて行って、入り口がどっか結局分からなかったんですよ。その警報以上だと思われる方が、今度は赤坂御所の入り口の方にいつの間にか移動してくれてたんですけども、もう僕も何がないよ、もうわけ分かんなくなって、状況が。で、入り口ほか、結局、赤坂御所ぐるーっと回って、結局、お金ないから、パン2個だけ、食料、まあ、水ぐらいは入れてますけども、ペットボトルに。新幹線に乗って、皇居行ったんですけど、その後、コロナウイルスでしょ。医療業界がなんかしよったんでしょ。淡井圭介が皇居から追い返されたみたいな形でね、事実誤認をし始めて、もうコロナウイルスの被害額なんか、金額で言ったら31兆円超えてますよ。それ、もうテレビのニュースで、録画しといてね、一時停止後で押してから、もう撮影して証拠を記録してますから。それは報道ステーションとかに聞いたらわかる。もう今頃もっと金額上がってる。そこ作った期間バレたらもう絶対終わりよ。で、バレるべきよ。一応まあ中国武漢でっていうことになってたけども、昔もああいうふうなニュース流れてるんですよ。だから本当のところ、どこの国が行ったかわからない。だから世界同時でいくつかの国でそういうテロ活動が本当に行われたのかもしれない。ああいう化学兵器使ってるからテロですよ、扱い。だから自衛官の出撃。だから今効かないワクチンずっとまだ無料で売って金稼ぎしようとしてたでしょ。
小池知事も、ね、岸田総理もコロナウイルスのワクチンを打ったけども、コロナウイルスかかってるでしょ、もともと効かないんですよ。効かないものをずっと痛い思い相手にさせてね、全員に損害賠償払いなさいよって今まで打たされた人に言って、君たちのお金だよって、何働いたふりしてるんだよって、そんな内容働いたうちに入らないよって、それしなかったら、その建築家とかも同じ、それしなかったらずっと同じこと仕掛けてくるから、みんなの税金のへの食らいつきで消費税上がりっぱなしになるから、本当にそいつらを見せつけで、何百人何千人の口座差し押さえたの話でテレビニュースしたったらいいんですよ。万かもしれない、万いくと思います。数世界中でコロナウイルス、コロナウイルスワクチン、金儲けした医療機関の人間絶対万超える、何十万何百万数で、金額はその31兆円も絶対もう軽く超えてる、もう今頃50兆円ぐらいになってるんじゃないですか、世界で見たとき。損失額とかも、あの渡航制限とかで、それまで金額に組み込んだら、とんでもない金額になる、世界中で。多分、歴史上、化学兵器としては、史上最大の、今までの歴史を、歴史で、最大の事件。まあ、まあちょっと話だいぶずれましたけども、まあまあこの件ね、内閣の人たちに話あげておきますね。まあ運転免許証ぐらい各窓口の警察官の方で判断できると思いますから、運転できそうかできなさそうかぐらい。でも警察官の人も状況分かったでしょ。僕の動画、いろんな動画見てくださいね。これみんなで体制変えなかったら、上に言われてる上に言われてるで、現場の警察官の人も動けないでしょ。いやもうだからもう端から端までまともな業界がなかなか見当たらないっていう話になるんですよ。昔もこれ、まあコロナウイルス以外の部分でね。で昭和63年の人材派遣業法でもっとややこしくしようとして、2003年の個人情報保護法で人類の、その人類を滅ぼす方向に舵切ってしまったんじゃないですか。で電波でコンピューターからの脳へのアクセスがある以上、 AI の人間が操作されている可能性非常に高い。だから2019年の翌年、2022年の2月ぐらいに佳子さまらしき人物が僕の家の横を歩いてるんですけども、マスクつけているし、マスク取って自分の口が動いてるところを見せないから、コンピューターから言われてるから、コンピューターが言ってるのか人間が言ってるかわからない。だから私から言わせたら、佳子さまのその状態は自立できてないですよっていうことになるんですよ。コンピューターからの支配から、そのあくまでも可能性があるとしか言えないですよ。もう今さら堂々とマスク取って自分の名前ぐらい名乗れるでしょう。いやだから家の横通り過ぎたって何の解決にもならないでしょう。例えばそれで、ね、このままついてきてくださいみたいなことを言われてたんですけども、すごいはっきりとした音声みたいな形で電波で脳にアクセスされてね。でそれで例えば神戸電鉄とかスルーしてね、乗ったとしても、その人は国家公務員だったとしても、佳子さまがね国家公務員だったとして、JR とかの無料の、定期が国会議員の人たちがもらえるのは知ってるんですよ。いつ選挙出ましたっていう話になりますし、それ神戸電鉄だったら国会議員の人も無理でしょ。できましたっけ。それとも何か判例あります。もともと国鉄だったからですよ。今 JR でしょ。だから僕は一緒に通らされたら、僕お金払わなきゃならないでしょ。
で、それ、うっかりお金払わなかったら、ね。ああ、昔も変な動きしてるから、ちゃんと口を動いてるところを見なかったら、そもそも本当に佳子様かどうかわからないから、これ変わってるんじゃなくて、本当に。もっとえげつないから、ここの家なんか、僕は、それ言うまで、家の前を誰かが歩いたときに、ここの廊下、淡井圭介と結婚話してテレビで人間の音声聞かされてるんですよ。で、家のドア開けるでしょ。全然違う人。ずっとそれ。ものすごいエグいですよ。誰も、僕、名前と住所、電話もわかんないんですよ。男性ですらも。同級生だった人間まで。全員この話から逃げてる。ね、最後残るの、淡井圭介と結婚話した人間、先に結婚した人間も、後に残るの、罪悪感でしょ？自動車関係のところもそうでしょ？エネルギーの残存量問題。全部忘れていて、身勝手なお金の使い方して。企業我がの仕事と言って、お金稼ぎのために、そうしちゃったんでしょ？そこ、トヨタさんがもう一つ店出しやって。あの、タオジュ駅のところの電気自動車の、充電するシステムもある、あそこだけでよかったのに。人口を縮小している、ね、もうみんなもっと電車とバス徒歩にしようの話に切り替えなきゃ。だって昼間なんか電車ガラガラなんですもん。基本的に朝の通勤とか通学とか帰りの、帰宅の時に電車混むわけじゃないですか。あとはスポーツ関係とかの、音楽のライブとかも含めて、そういう人たちが電車乗るから。でしょ？で、昼間なんかもうどこの電車も大抵ガラガラですよ。それはこの間言いました。JR の、三田線、宝塚三田線と言ってもいいんでしょうけども、新三田の方から、大阪の方への、普通電車が入ってきて、早く大阪に行きたいんだったら、宝塚で快速に乗り換えてのパターンなんですけども、7両編成だったんですよ。1両あたり乗ってる人、僕は入ったところは、もう大体どこもガラガラですけども、僕は入ったところの車両は、僕含めて8人乗ってるの。5両で十分。5両でも多いぐらい。一応5両って言ったのは、宝塚から先行ったら、もしかしたら人、もうちょっと乗るのかな、どうかなって思うんですけども、快速を乗ってる時みんなわかるでしょ？通過するところの駅って大抵人ほとんどいないでしょ？待ってる人、電車を。でしょ？みんな自社の管理すらできてないんですよ。エネルギーの残存量問題に対して。ただ、その宝塚三田線で大阪の高等裁判所に行こうとしていたとき、その僕が考えてた内容は、JR の人たちには聞こえてるみたいで、その車掌さん、運転手さんとは別、一番最後部の人、僕は5両の方がいいって考えたら、いい案だと思いますって言ってましたね。それはそれで動画作った方が良さそうですね。以上です。ちょっとまたこれ長くなりましたけども、この件も国会の皆さんで対応してください。とにかく法律もたくさん削除しなきゃならない。特に、歩合出来高、時間給、請負、労働、会社関係の契約法のところさえ残っていれば、会社間で契約できますから。で、人材派遣業法もいらない、個人情報保護法とかも、特定機密保護法案とか全部いらない、いらない。あんなものがあったら、パソコンが、むちゃくちゃになる。もうなった後。1時間ずっとぐる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 回ってた時までありましたから。すんごい裁判妨害。もう同じこと。訴えたいけども、お金がないだけ。政府はお金回さなかったり、法律面を求めたりしてきて、すべてを隠蔽して自分たちの一族は残ろうとしていた。もうこれが実態。だから、エネルギーの残存量問題の話があるから、河川水門会式ダム発電も、鎌田発電も、地下水流トンネル発電とかも、僕はホームページにも書いてたでしょ。で、昔も言っていたから、で、海外にいてもわかるでしょ。
それで医療業界が暴走したんじゃないですか。けど誰が本当のところを指示出したかわからない。もしかしたらコンピューターかもしれない。コンピューターからの、人間が今言ってるかのようにはっきり聞かされるもの、電波。あるから、それ。ある程度それ、僕の場合は、結構それ経験があるか、ほとんど毎日のように、はっきりは毎日じゃないけども、明らかにコンピューターが言ってきてるなっていうのを、ほぼ毎日経験させられてるから、それも1日あたり何時間も。だから、対応力はある。ちょっとね、ここみんな踏ん張って物事をしっかり対応しなかったら、もう世の中ずっと歯止め効かなくなりますよ。本当は戦争並みの事件ですからね、コロナウイルス。しかも第二次世界大戦レベル。悪質性が。世界中で死んだ人の数と、ワクチンを打って世界中で死んだ人の数、一回統計出してください。ワクチンなんか打たない方がいい。中に何入ってるかわからないから。腐ったものを打たれる可能性がある。管理してる管理してるとか言うけども、もうどこ見てもそんなに大した人間いない。管理してる気分になってるだけ。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、周りの人に着信通知、僕はアップ動画アップロードして公開した時の着信通知が来るように設定を周りの人に聞くか、分からなかった販売店の人に聞きに行ってください。各スマートフォンとかによって、操作性違う可能性がありますから、iPad とか、その辺のところで、ね、皆さんしっかり喋ってる内容聞いてもらって、対応しましょう。ぼーっとしてたら、そのままずっと同じ状況、ずっと続きますよ。これが20歳以上の人間の務め。二十歳過ぎの頃、僕かなり対応しましたよ、いろんなこと。できます。その頃、六法全書持ってましたよ。同棲六法。いらない法律とかだったら、IR 法とか略して言ってますけども、ああいうのもいらない、いらない、もうスポーツ振興法もいらない、もうあれもいらない、これもいらないっていっぱいありますから。で、これで物事すっきりする。これで隠蔽できる人間が少なくなるっていうことですよ。で、真面目に頑張ろうとしていた良い世の中を作ろうとしている人たちが喜べる社会になる。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。